Can't we be friends? ようこそミルミュージックへ。初めての水木しげる。水木しげる僕ね、もう大好きな漫画家でですね、ぜひ多くの人に知ってもらいたいと思い、この動画を撮っております。まあ例のごとくね、全作品は到底追い切れておりませんので、私の主観になるんですけども、まあそれなりには読んできた方かなとは、数十冊は読んだと思います。どっから手つけていいか分かんないと思うんですけど、やっぱり鬼太郎のイメージが強いのかなというね。これ千曲文庫のゲゲの鬼太郎7巻セットですね。鬼太郎もものすごいいろんなもの出てます。まず鬼太郎をねおすすめしたいんだけど、俺がおすすめするのはこれに収録されてるやつ、これに収録されてる、これに収録されてるやつなんですけど、もう少年誌で連載されてた頃のやつですね。これオリジナルの方の、マガジンのゲゲゲの鬼太郎で、他にもね別冊少年マガジンサンデーとかで連載してたのが、まあこの中に入っております。千曲文庫決まったこのこれっていう本っていうよりは、本当にいろんなとこからアプローチできるんだけど、とりあえず少年漫画時代の鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎ですね。墓場鬼太郎じゃなくて、ゲゲゲの方を読むのをおすすめします。というのもね、まあそもそもその二つの違いがあるっていうのを説明しないとですね、ゲゲの鬼太郎って昔実は墓場鬼太郎って名前だったんですよ。一回その電気グルーヴがオープニングとかやってるのでね、アニメになりましたけど、墓場鬼太郎、これは文庫本のバージョン。墓場鬼太郎はね、貸本時代ですね。貸本って言うとね、昔戦後すぐぐらい漫画のレンタルのシステムがあって、まあ買うっていうよりは借りるっていうのが主流だったんですよ、当時。で、それ用に書いてた時、墓場鬼太郎っていうタイトルでした。あの貸本の墓場鬼太郎は、中編で荒削りなのが多いですね。中編漫画です。あのゲゲゲの方は短編が多いけど、中編が多いかな。インディー時代みたいなもんです、水木さんのメジャー時代のゲゲゲをね読むのがおすすめかな。最初は墓場も面白いんですけど、ゲゲゲ読んで次は墓場をねぜひ読んでほしいんだけど、そうすると今度新ゲゲゲの鬼太郎とかそういうのもあるんですけど、まあやっぱ質が高いのはね、この時代のゲゲゲと、あと墓場だと思います。ただ、鬼太郎のその第1話的なノリのやつ、こう目玉の親父が、こう、トロってさ、あの、死体から、こう、目ん玉がこう、ポロッと落ちて生まれる、その有名なエピソードとかは墓場なんですよ。で、それがね、載ってるのが、これも多分絶版だと思うんだけど、講談社から出てるゲゲゲの鬼太郎誕生編。まあ、ゲゲゲの鬼太郎って書いてあるけど、墓場鬼太郎ですね、これは。まあ、他にもね、いろんな全集とかでも読めると思うんだけど、墓場時代の誕生のエピソードはぜひ触れてほしいなと思います。全集はね、俺持ってないんだけど、っていうのも、もう多すぎて、ただ全集は、版もでかいし、サイズもでかいし、何より、セリフとかが当時のまま、あの放送禁止用語とか言葉狩りみたいなので結構文章変えられちゃってて、やっぱり原作の空気を尊重するってことで、最近その辺を見直して全集で出し直すっていう動きが、水木さんのね漫画もかなりそういうノリの多いから、まあ全集の方が彼の空気感で読めるかと思います。ママは僕がヒーターつけてあげる。チチ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 チ、これに関しては俺はね、どっちともおすすめかな。マニアの方が好きなのは千年王国の方らしいんですけど、無印の方も面白いです。うん、両方読んで損ないと思います。続きまして、俺が本当に水木しげるの中で好きなのは短編なんですよ。短編がめちゃくちゃ好きで、短編から入っていいんじゃないかってぐらい。短編を押してます。で、僕が持ってるのはこの辺で、絶版の3コミックとかそういうのでちょっと買ってて、若干コレクターっぽいノリも出ちゃうんだけど、どれもめちゃくちゃ面白いですね。それぞれ彼特有のドライユーモア、SF 怪奇物、手塚さんとも全然違う姿勢感とかね、あとギャグとしてもね、個人的には捉えられるぐらいおもろいと思ってる。もうセリフ回しが結構イカれてて、なんか俺水木
しげるの漫画でおもろい引き出しとか見つけるとちょっと写真撮っちゃうんだけど、まずね、短編の冒頭、いきなりこう始まります。猫の言葉を研究していた池上は貧乏になった上に失恋したので世の中が嫌になって叔父のところに相談に行った。これもう腹抱えるぐらい笑って、もうわけわかんないじゃないですか。猫の言葉を研究していた池上、まあ、その時点で行かれてるのに、それで貧乏になった上に失恋して世の中が嫌になって、なんていうイマジネーションなんですよね、彼のね。すごいよね。短編はマジでおすすめです。ただね、この辺の絶版の漫画は一冊3000円5000円1万円とかするんで、ちょっとおすすめはできないんだけど、先週で手に入れたり、あるいはね、ちょいちょい文庫でも出てたりするみたいですね。水木しげるの短編はもう超面白いんで、ぜひ見てください。何度でも言いますけど、マジでおもろい。下手し鬼太郎以上に面白いです。まあ、あとはね、代表作以外の仕事で有名なのは、これとかね、劇画ヒットラー。彼も戦争を体験してる人間ならではの視点ですよね。まあ、手塚さんとかにも言えるんだけど、その時代の人ならではの切り取り方。まだそんなにね、このヒトラーが、権力の座についてない頃から描いてるんでね、もうなんならその、美大生目指してる時ぐらいの話から、ね、最後亡くなるまでですね、劇画ヒトラー、おすすめ。はい、そして最後ですね。最後、これはもうご本人の自伝ですね。水木しげる伝っていう、これ上中下巻あって、なかなかのボリュームなんですけども、鳥取の原風景から、徴兵されて、腕をね、失っちゃってみたいな。で、本国帰ってきて、下積みで漫画家やって、やっと成功してみたいな、そういう大河的な感じで彼の人生を振り返るという作品。これ面白いです。ゲゲの女房みたいな感じで、レジェンドになってからね、個人の部分にスポットライトが当たることも非常にね、多い作家さんだと思うんですけど、これはもう決定版かなという。はい、ということで、初めて水木しげる、ぜひ触れてみてください。本当に素晴らしい漫画家さんなので。それでは、